政子レイリオー。

始まりましたけども、はいはい、ね<え>、ワンマンも近づいてますけど。うんはい、皆さん、最近どう過ごしですか。なら。最近どう過ごし。だから、みんなの、みんなの、その日常のこと知っとかないと、リーダーと。してうそうね。うん。まあ、でも、確かにワンマンも近いしね。そうなん。そう。そう,うん。でも、だから、ほんまなんか。日中仕事して、帰ってワンマンの。やべえ。 おそういう日常はもうですてる。やばい頭がもうやからぶっつぶれそうで知恵熱も日々。いや知恵熱ちょっとわかるわ。もうちもちょっともうなるもん。ちょやか私昨日がちょっと本当にあこれあかんなそんな喋ったな。ね何喋ったらあかんことも。ないけどなんかもう昨日ちょっとあの。 ほんまに、うちこのまま寝て熱出るわって状態やって。あるやん、あるあるっうた、うん、そう、もう頭ブーン、やーっと思って。で、昨日なんかもうちょっと早めに寝て、なんならもうリフレッシュを。あいやいや、本当に睡眠はマジで大事頭がもうね。頭が、おかしくなってた。いや、すごい、ザ・ワンマン前みたいな生活してて、なんか。胃が快調になってよかったよ。もう。ちょっと前までそれで言いたかったやろうなと思いっね でリフレッシュしないと、これバランス取れないからね。うん、こんな日々、うん、こんな日々を過ごしてると。私ね、うんうん、リフレッシュのやり方で言うとね、うんはい、あの、ちょっと最近、あのー、寝ました <laughs> 急に寝たな。<laughs> <laughs> どうしたあれこれなんてやったっけ踊ってる、踊ってる。これんてやったっけこれロ。ロボットダンスしてる。違う違う違う、これ。 これなんてったっけロボットダウン違うね。ああ、あれ、あの、シャドーボクシング。違う、違う、違う、違う。これ何点やっだっけすすす。ああ、フェイク。あ、そう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 。フェイクえっと、何ディディフェンスディフェンスしてんのシャドシャドシャドーフェイク。シャドーディフェフェインフェイント、フェイント、フェイント。フェイント、フェイント。フェイント、フェフェイントにはまってるんです。フェイントにはまるってなんやねん、それ。フェイントにはまってるんですよ。サッカー選手かなやった もう全身全霊これ皆さんにおすすめしたい。プレイヤーやったったけい,いえいえいえ将棋打ってますけどフェイクなフェイントなんですよ。ういうとりあえて一応フェイントにハマるそれをちょっと詳しく教えて。そうね。あのねこうフェイントってね、うん、やっぱりその自分の中の、うん、なんかそのやっぱある,あるじゃないですか。そのたなんかなんていうか戦いみたいなントで、うん 逃がせるんですよなんかこう街中で絡まれた時にフェイント使って逃げるとかそういうことですかあまあまあそれもそれなんですけどうちが言ってるのは家の中家の中限定のやつです家の中に誰か敵が現れていやいや敵敵がまあ自分敵は自分敵は自分自分で自分に対してフェイントを行って。 って言って、<laughs> うん、トイレ行こうかなつってこうトイレ行くと見せかけて、ススって冷蔵庫開けるんですよ。いや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 、何なんですかね。誰が、誰が得すんの リフレッシュできるんです。あそうなこれ、ほんまです。遊びにほしい。遊ぶっていうことね。そう、そうそう。一回、二回やってみてめちゃくちゃ楽しくなってきちゃって。スタジオ、リハでもやっちゃうんですよね。ショーンとギョロちゃん、真剣な話してる時に、見てみてって言わんばかりの、やってくるような。 <laughs> ね、いいえいじると思いきやススッ,スッいやいやいやちゃうんかいそう誰にも伝わらへんやんそれマジで自分の中の、まあ、っていうことやね、うんうん、そうですよ<ー>ガスコンロの費用を下げると思いきやスッ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 冷,冷蔵庫ガチャいや下げろよ,よガスコンロの火本来の目的は冷蔵庫やったってことね <laughs> お風呂の湯ためなスストイレでした <laughs> ロのをためにかかったっったたてことねんです別に、うん、いやもうそれねフェイントをいかにうまくこうするかっていうそのねこう機敏にこうスッスッで、うん、別に何もその場その場でもいいんですよ何も線でも、はい、その場でもすッスッ。スッ これもあの見せてあげたいです皆さん <laughs> 私の横でずっとスッスって何かに隠れる何か動作をずっとして <laughs> 分かんないけど隠れるれを見ないと見えない時にか共感してくれる人いると思うんだけどなぜひぜひ家で家でぜひやってみてください変わってます、ね、そのうちなんかライブとかでもスッスッとかほんまやりやすいやりそうやらんやりそう <laughs> やらんようにせな <laughs> <laughs> 気づいてくれる人だけ気づいてもらえるぐらいしれっとやろ。フェイントだから、それはスス。リハからやろ。ミ,ミッキーさんに。迷迷惑惑たただだそんな感じですね、私は。そ,<う>そんな感じでリフレッシュしてます。俺は、でも、なんかその、帰ってきてからも、 なんかまあ作業することとかあったり、それこそワンマン前でとかあるから、なんか料理作るのが面倒臭くて、同じうちも今めちゃめちゃ宅配頼んじゃうね。あ,あのマ、えーまあ、ウーバーイトもそうやねけど、よくウーバーし,してるもんね。うんうんうちね。最近は何出前かいや違う違うドミノピザ。これでも前もなんかペイさん出したような気もするけど。あれ？<laughs> この間もピザ言ってた。あれもう一人では食べへんって言ったのに。いや、4番4番。もうね。ピザ、ピザじゃないのよ。ピザじゃなくて。何食べてるんですかねピザ、ピザライスとか、ピザ、ピザサンドを食べてるのよ。え何ちょっと、ドミノピザのピザライスをぜひ、食べてみてください。ピザライス うまそうえ、ちょ、え、何それグラタンえ、何どういうドリア、ドリアっぽい感じ。いわば。だから、上の部分がピザの具になってて、え、絶対、それ絶対、おいしい。え、絶対、おいしい。ピザオーブンで焼かれ、焼かれてるけど、ご飯が入ってる。え、ご飯、は白し飯ですかえ、ピラフっぽい感じですね。バターライスっぽい感じ。へおいしい。そんな、ショーンさん作れそうやけど、やっぱり頼むんですね。いや、おいしい。 し、いし、まあ言ったように UberEats やったら送料、手数料かかるけどドミノピザやったらもちろん宅配ピザやから送料かかるんです。確かに。いくらですか、それ。えっと、単品で頼んで1000円ぐらいでセットで頼んで1100円ぐらい。ねセットが異常に安いのよ。な、な、セットってそのサイドメニューがついてくるんやけど。 いいなあれもついてくんのハッシュドポテト。ハッシュドポテトはない。トミノピザには。えー、ちょっとなんかこのバンド内格差がすごいなぁ。<laughs> のなのフライドポテトもあるけど。うちの主食、ゆで卵なんですけど。けど <laughs> いや、えー、そんな。ごめん、でも。うん、えー、でもそんなにさ、贅沢な生活はしてないんですよ。1000、うん、円で ごめん。最近、うち、うちも料理する時間がめんどくさすぎて、最近よくラーメンを食べて帰っちゃう。いいなんかもう、贅沢してんな。ラーメンなんかライブもいいし、そは確かに。それは確かに。え、でもピザってさ、超贅沢じゃないめっちゃ、1000円で。1000円でか。そう考えたらそうか。一人で1000円の。 一食千円でしょ。ピザライスとピザサンドって言ったピザサンドは500円。ピザサンドって。サンドな。ピザサンドって。あ、だから、朝飯みたいなものホットサンドえっと、サブウェイみたいなやつ。サブウェイ知らない。知ってる、知ってる。あれも500円ぐらいよな。ああいう感じで、中は、中はピザの具。えケバブみたいな感じですかフランスパンみたいなのに。 形はまんまサブウェイと一緒で中野部はいろいろあるけどサブウェイ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 サいろェイサブウェイサブウサブウェイサブウェサブウェイ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 サブウェサブウェイサブウェイサブウェイサウェイサブウサブウェイサブウェイサイサブウイサブウェ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 イサ 全くそうそ500円ぐらいでやけど500円でも別に配達してくれるし外食以上にせえへんからなうち出前そういう情報はショーンから頂かないと本当にわからへんおすすめ教えてほしいな失敗する前に、うん、こればっかしは、うん、ええー、そう、ね、そか、まあ、ドミノピザドミノピザのことなら聞いてください<っ> えー、これ今,今の話でうち思い出したもう一個ハマってること何、うん、これはこれも全身全霊こ全人類におすすめしたんやけど、うん、あのマジのただの晩ご飯のことをパーーティーっていうそれはめっちゃいいかも朝にこうちょっと思い立って、うん、なんかうわ今日パーティーしよう あたかも今思いついてもう月1ですよぐらいの感じでだけど実際するのはほんまただの晩飯なわけややばいなやばいよ結構それなんか最初いいかな思ったけども確かにやばいやばいやばいやってみてやってみて 例えばよいつも通りこうなんかちょっと作ったチャーハン並べてさチャーハンちょっと盛るやんかでまあまあ炭酸水もいつも飲んでるけど炭酸水キンキンに冷えたやつ置くやんかちょっとなんかお菓子買ってたからうまい棒とかちょっと置いてちょっと並べただけでパーティーやんみたいな。いやパーティーちゃうよ。えパーティーなんですよ。うちとかやっぱりみんなさ一人でご飯食べるそうよ。 時にやっぱりパーティーって言ってたらもう寂しくなっちゃうかもしれないますね。で朝とかに今日夜パーティーしようはちょっとなんか受けちゃうけどう、うん、あの実際そのパーティーの時間が来ちゃうときに一人パーティーでもパーティーって言ったからには何かするんですよ。うん、でもほんまでもそれそのいつもの炭酸水を今日ちょっとほろ酔い飲んだろうかなとか、うんうんうん、最近飲んでるもんたあそうそうの飲む時はねなんか週一ぐらいで家で飲むねんけど。うん とか、それだけで、パーティーやからああ、うん、生理みたいなもん。いや、や,やめて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 、うん。パーティーやからって言えんねん。ーんパーティーやからなんか、アマゾンプライムでクレヨンしんちゃんつけとこう、みたいな。いつも見てんねん。いつもつけてんねん,ねん。<laughs> いつもやってることやろいつもやってることなんやろいつも見てる。<笑><笑>だから、ただ単になんか自分でこう、うん、こう想像力をよりこう、かき立てて。そういうことやろそういうこと。 それって、なんか、どうなんかなって思うな<え>。いやいや、これ絶対共感してくれる人おるはずや。これ。うちの生活に共感してくれてる人は、これも友達になりたいわ。<laughs> いやそれで言えば、今、それきいと思ったのは、もう今日のご飯贅沢やな。 今日のご飯絶品やなって言い聞かした方が、なんか、ハッピーやな。パーティーもそうですけど、パーティう超贅沢。そう、やっぱ一人やからみんな何人かおったらちょっとそうそう、まあ贅沢っていう感じに思い、込むのはわかる。でも、その発想の意味はわかる。楽しく、こう張り立てんやな。でも、毎朝リセットされるんですよ、人間って。 なんか、毎朝。で、朝に、いや、ほんま、今日もパーティーしようとかじゃないんよ。うわ、今日パーティーしよう。これ、毎日。いや、か演劇だよ、なギリそ自か、なるほどね。そういうことか。そう。もう、だから、常に、その妄想の中で生きてる。あそう、毎日、毎朝。かわいそう。うわうわ今日、パーティーの日や。やばいやばい。わ忘れとった。パーティーや。どうしよう。 またみんなでパーティーしようね。パーティーはしたい。よもちろんパーティーはしたい。例えばこんな日々を過ごしてますと私。で、いざ、次メンバーで、ピザ、ピザドミノピザで。なのでパーティーしようと、ショーの家で、うち。舞い上がると思うで。本間のパーティー。やいつもパーティーしてたけど。パーティーって。 こんな、いいの <laughs> ってな,るなれると思う。それは、それは分かってるんや。すごい。かかそれは分か,それを分からへんかったらどうしようそれを分かった上でパーティーって言って,てるんやね。だ,だから、こんな日々を過ごしとったら、そのみそ普通のパーティーが、もう、あの、ビュッフェの、フレンチのビュッフェぐらいのテンションになれるっていうことなんですよ。<laughs> だから、本物のパーティーじゃないっていうのは分かってるんやな、普段は。ああ、それはそれはもちろん。<laughs> <laughs> でもんあまりにも毎日やってると、うん、ほんまにでもなんか寂しさは皆無やで。<う>えもうパーティーもうふわって楽しくなる。あーう,なるうわーパーティーやーってパーティーやでーってなるよな。<laughs> これ、賛同してくれる人、いや探したいなこの、このラジオの日のコメント欄にす、分かりますってそうなんだよね。割とボイラーリフガメやってるけど、こう、うちのその価値観って割と孤独なんだよなでしょね。みんな賛同してくれへんの、うん、全然理解で、ね、き、ね、ない。んか、言わんとすることはわかんねんけど、ちょっとやっぱ寂しくなっちゃうなって思ってしまうな。そうかな 共感できない想像力が豊かなんだってあんまりそのでもさあんまお金も使わずに日々の中でうまく自分をコントロールしてリフレッシュして楽しく生きるにはその結果行きついてることなんですよねそういう本だそうかなもう題名に全てが書かれてる。 めっちゃ怪しい本人になりそうだよ。<laughs> その金あるならマジでパーティーしよう。<笑><笑>ほんまや。はい、そんなわけですね。はい、じゃあ次は一、えーえーえー、人千円でできるリアルパーティーをぜひしシモさんにしてね。おいていましょう。思います。一、はい、人千円でできるね。十分できるね。うん、うわ、素晴らしいな。だってピザ L サイズ千五百円ぐらいで頼めるから。ね えー、でも今ドミノピザ3枚で千何倍やって言ってる。うん。マジでそう,そうだよドミノピザちょうど。その話してん。ドミノピザめちゃめちゃクーポンとかも配ってるから、マジで半額とか、ね。そうなんよ。じゃあドミパしよう、ドミパ。ドミパ。<laughs> ドミパしよう。皆さんもなんか少ない中でですね、はい、え生活の中で潤いを見つけていってください。はい、ってことで。 6月19日、もう10日を切っております。そうなんです。はい、ええワンマンライブでございます。はい。これは皆さんぜひ来ていただきたいと思いますので、ええ大根をご用意の上お待ちください。はい。お願いします。待ってます。こ、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 こって言ったら今。こ、こ、こ、って言ったやり ーナーみなさんパ <laughs> サコラサッサッサ